頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そうな。明日の朝だ。じゃあな。はい。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろ。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか、じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。おやすみ、愛してるよ。もしもし。サラ、頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミおじさん、もしもし。何だったの？通じない。ああ、しまった。あげるの忘れてた。ここなの？全国に広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。この近くだ。ただいま後ろで何か動きがあった。早く逃げるんだ。何をやってる。何なの？何これ。何が起きてるの？パパの電話。着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ。すぐに行く。あ、パパ。サラ、大丈夫か？
誰かここに来たか。うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ怖がらせないでよ。どうしたの？ジミの一家、様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？くそ、ジミ。パパ、さあサラ来い。ジミ大丈夫？ジミ警告だぞ。やめろ。行くぞ、こっちだ。え、撃ったの？サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることがわかるか？うん。トミー、さあ行こう。分かった。どこにいたんだ？何が起きてるかわかるか？ちょっと待ってな。なんだこれ、血だらけじゃないか。俺のじゃない、出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。出してくれ。この瞬間何からしい。何があったんだ？あってな。おい、サラ、大丈夫かい？大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。携帯もダメ、ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号、そうだな。何死んでるの？たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人だって。ああ、悪い。たく、なんでこんなことが。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。あれはルイスの農場だ。あれは助かったんだ。奴は大丈夫さ。私たちも病気？いや、病気じゃない。本当に町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。うん。おい、人がいる。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。走るんだ、トミー。止まって。俺は知らないんだ。助けは来るさ。乗せられたのに。ここは抜けられないって。兄貴、じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ、行け。パパ、ねえ、隠れろ。道だよ。
さらここだ、手を出して。どうした？足が痛い。どのくらい？歩けない。逃げないとヤバい。これで守ってくれ。さあ、行くぞ。しっかり捕まれ。分かった。死んだ。ああ、さあ、目を閉じてろ。サラ、見るな。母だけを見てろ。絶対逃げ出せる。安心しろ。大丈夫、大丈夫だ。折れたみたいで。わかった。俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見。どうしますか？パパ、トミーおじさんは？まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし了解。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず。くそ。やめてくれ。まずい。サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。絶対に助かるから。しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛い、痛いよな。頑張ってくれ、頼む。大丈夫だ、大丈夫。サラ、サラ。嘘だろ、ダメだ、ダメだ。頼む、そんなと言ってくれ。頼む、ダメだ。神様、神様、どうして。頼む、頼む、行かないでくれ、頼む。これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し。すごい数の死体が道路に並べられてた。WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。
ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。うん。